若松川田弁天湯に行ってまいりました。大江戸線の駅ですね、ここが。そしてこちらの方には東京女子医大があって、昔フジテレビがありました。そちらの方には行かないで抜け弁天の方に向かいます。この辺りはもっと商店街とか昔の風情があったんでしょうけども、まあ道路が拡張されてこんなになってましたね。でもちょっと裏側に入ると、はい、今回の目的地弁天湯に参りました。例によりまして、内部の写真はホームページを上げさせていただいております。湯上がりには、ここでですね、野菜ジュースをいただいて帰りました。はい、今回の東京散歩はこれでおしまいです。